エアクリーナーの交換方法とこれを選んだ理由についてお伝えします。エアクリーナーもしくはエアフィルターはエンジンに取り込む空気をろ過するフィルターのことです。空気にはホコリや砂、花粉、いろんなゴミが混ざっているので、そのままエンジンに入ってしまったら燃焼に不具合が出る可能性があります。ですので、旧型コペンの場合はここですね。ここに入っているエアクリでゴミをキャッチするわけです。多くの車は板チョコみたいな形なんですけど、旧コペンのエアクリは独特でかまぼこ型です。この純正形状を使う場合、メーカーの選択肢はダイハツ純正、ブリッツ、D スポーツのおおよそ3つがありますが、僕はこの D スポーツ製を好んで使っています。メーカー純正は使ったことがないんですが、ブリッツ製のものは使ったことがあって、触った感じだとフィルターの強度はブリッツの方がある感じです。開口部については D スポーツが他のメーカーに比べて一番広いです。純正と比べるとこんな感じです。ちなみにブリッツは純正と同等の大きさです。そして価格はメーカー純正、ブリッツ、D スポーツの順で高くなります。そして肝心の走った感覚では D スポーツとブリッツでは違いが感じられませんでした。純正エアクリの交換目安がおおよそ2、3万キロと言われていて、社外品なので寿命がその半分の1万キロ程度だったとしても、まあ僕の場合は走行距離も多くなくて、価格差の違いはあまり気にならないので、開口部が一番広いからいいだろうなんていう理由でこの D スポーツ製を使用しています。そして交換方法について、準備するものはエアクリの他にウエスクライです。僕はそのままやっちゃいますけど、必要な方は手袋もあるといいかもですね。ではエアクリが入っているエアクリーナーボックスを開けます。開けるためにはまず金具が2つ、そしてセンサーを外します。金具は簡単に外れます。センサーは裏側に爪があるので、つまみながら引っ張ると外れます。できたら今度はボックスとホースを固定している金具、これを開放します。そして抜いていくんですけれど、ちょっと硬い。取れました。この蓋が取れればエアクリーナーが取れます。僕はエアインテークを交換しているのでちょっと引っかかりますが、持ち上げると引き抜けます。新旧比較ですが、これで2年くらい、1万ちょっとくらいかな、走りました。全体的に汚れていますね。ゴム部分も部分的に裂けていました。ちょっと話がそれますが、僕の場合は吸引抵抗を少しでも減らそうと、エアクリボックスの穴開け加工をしていて、雨水が入りにくそうな場所と思って、向かって左側に開けたんですが、エアクリのフレームは錆びてますね。さて、話を戻して、この時期、松の花粉がめっちゃ飛んでて、またすぐに汚れるんでしょうが、少しきれいにして、ボックス内に収まるように新品のエアクリーナーを入れます。蓋の部分もきれいになるように拭きます。意外と汚れてるな。ちょっともっとしっかり拭いていきます。はい、では元に戻していきます。多分一番手間取るのがホースとボックスの蓋を合体させるこの時だと思います。裏側からも押し込んだりして、
この突起部分がホースの切り欠きの奥まで入っていたら OK。 ホースバンドを締めて、そして閉じるんですが、こうカチッと噛み合う感覚がない感じなんですよね。なのでちょっと揺すってみて、外れない箇所で締めることにします。そしてセンサーを接続、軽く揺すってみてガタがないか確認します。あ、センサーコードが遊んでました。さらにエンジンをかけて、異音がないか変な箇所がないか再確認。まあこんなもんでしょう。僕は交換した時期を忘れないようにメモをマスキングテープで貼ったりしています。じゃあ作業が終わったので試走に行きます。近所をぐるりと走っていますが、おかしいところは特別感じません。ちょっと負荷をかけた加速をしてみますが、60キロからこの道路の制限速度80キロまでアクセルベタ踏みしてみましたが、変な音が出ることはありませんでした。問題なさそうです。というわけで今回はエアフィルターの交換方法と D スポーツ製を使っている理由についてお伝えしました。工具を準備しなくてもチャレンジできることは初心者向きだと思います。エアクリーナーボックスの蓋を閉じ直すのにちょっと手間がかかるかもですが、よければチャレンジしてみてください。それじゃあまた。